話すだろう。
西条駅、僕西条中学校、僕西条出身で、西条中学校へ通ってて、この駅よく使ってて、今庄原に住んでるんですけど、やっぱりこのね、西条という場所は素晴らしいなと、やっぱり帰ってきたくなる、そんな場所ですね。やっぱ自然もいいし、じゃあ次に行きます。歩いて帰ろう。ライブでしたね。はい、はい、で次のステージは11月12日の西条新そば祭り、はい、ということで今回は青年部さんの土曜昼市とウィル西条のサント物語、あと西条フォトコンテストと会場が3つもあって、すっごい盛りだくさんなイベントなんです。楽しみです。はい、なんでちょっと意気込みをじゃあお一人ずつどうぞ。
はい、一生懸命、そして来ていただいた皆さんに楽しんでもらえればと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。では11月12日はビンゴ最上駅に集合ですね。はい、はい、では待ってます。はい。